細部の問題は解決したようですね。主様、もう目を覚ましても問題ないでしょう。何度も聞くけど、ルナは俺を守るためにここに幽閉したんだよな。決して私欲のためだけじゃないんだよな。はい、私は外部から何かしらの影響があった場合、それらを全て守るために石だけを私の元に持ってきました。私の血を与えていますし、最悪それを使って自己防衛をさせることも考慮していましたし。何より、主様は心配していますが、私が主様に対して傷をつけるメリットは何もないのです。必死なわけですしね。それだよ、あの時の意識はあまりはっきりしてないけど、確かに俺の血とルナの血を交換したんだ。あれはなんだ、どうなるんだ。俺に対して害はなくとも、それらを明確にしてくれないと俺も信用したくてもできない、仲間というわけじゃないしな。厳しいお言葉ですね。ではお話しいたしましょう。まず主様は、ヘブンズハートの獅子が候補生になるために必要なことは何だと思いますか？実力とかじゃないの。あとはネルの攻撃とか真の能力みたいな指定された力の一定の強化とか。ハズレです。実力は確かに必要ですけど、正直私、ヘブンズハートのルラ様やウル様よりかは強い確信があります。ある能力を除いたらの話ですが。ある能力、神羅万象支配です。ヘブンズハートになる条件は2つ。神羅万象支配を解放すること。主様が私たちの神羅万象支配の象徴を扱えること。神羅万象支配の象徴ってなんだ、初耳だぞ。私たちやネル様が言っている攻撃の究極系、や運命の獅子と呼んでいるものです。ネル様は神羅万象支配を所持しており、その象徴が攻撃、だから攻撃の究極系と呼ばれているのです。もちろん他の方も同意です。なら俺はなんだ、俺の神羅万象支配は何の象徴なんだ。世界、ですよ。だから、ミガドルエデン、という世界を能力として持ったのです。他にもいろんな世界を作り出すでしょう。何せ、世界、を象徴としているのですから。規格外だな。他もそんな感じなのか。いえ、書物では歴史上で現れた神羅万象支配者を見る限り、攻撃、守備、が普通です。主様は正直おかしいです。ミガドルエデンに複数の象徴を持つ従属が生まれ、主様はそれを自分の力としてや、従属を兵器してでも扱える、一人で何十人もの神羅万象支配を扱っているようなもの。それを規格外と言わずして何というのでしょう。今の若者風で言うなら、単発ガチャでハイパーウルトラマックスアルティメットスペシャルレジェンドオブマスターレアを引いたようなものか。そんな長い名称があるのですか？いや、でもそれくらいレアだってことだろ。でもあれだな、ゲームで例えるなら、ゲーム開始で引いたのはいいけど、実はパーティーはコスト制だったからデッキに入れれず、まともに扱えない的なものを味わってる気分だよ。すみません、その例え、私には馴染みなさすぎるので別の例えをしてくれませんか。とりあえず話を戻しますが、私の目的は主様の血をいただき、私の体に馴染ませることでいち早く神羅万象支配を解放したいのです。そうすれば候補生になる、そして主様が私の血に馴染み、私の運命の象徴が馴染めばすぐに構成員になれる。私はワルプルギス、だから特殊な血液なの。どんな血液でもよく馴染むわ。ルナなりの方法で俺の力になろうとしてるのは分かったよ。でも何か効果が起きると言ってたのは、全然実感がなかったけど。私の魔人の始祖の血の DNA を使う条件はオーラの波を激しく震わせ、力を奮い立たせるのです。そうすれば莫大な身体能力向上が可能となります。その代わり発動直後は理性を失い、凶暴化すると思いますが、一時的なもので、しっかり馴染めば力は、凶暴化時の身体上昇が通常の精神状態で使えるようになります。そうだったんだ、発動条件の仕組みは。これはオーラの暴走による拒絶反応を利用します。なのでかなり無理して暴走させなければ発動すらしません。それって体が壊れたり、変な副作用はないよな。安心してください。副作用や依存性はありません。ですが、オーラを激しく消耗して莫大な力を得ますので使いどころを見定めなければギリヒンになりますけどね。ちなみにこの技術は、ワルプルギス、特有の力なので、主様だけ特別ですよ。なるほど、でも常に使えるわけじゃないんだな。それは残念かな。でもオーラを激しく消耗して膨大な力を得るか。なんか今俺が使っている力の使い方とは真逆だな。光線、と、光星、でしょうか。ああ、名前をつけるならそうだな。光鏡、とでも言うのかな。オーラを極めた見技が、光線。そこからオーラの波を消し、無駄をすべてなくし、オーラの消費を抑えるからその分何倍もの威力を出せる、光星。そしてオーラを無理やり暴走させ、その拒絶反応を利用して一時的な理性と莫大なオーラ消費をすることで、本来出せないレベルの力を出す、光鏡。
悪くないと思う。今回の試合で構成は格上と戦うには必要なスキルだったけど決定打にはならなかった。使いどころはかなり難しいけど、文字通り奥の手になるだろうね。気に入っていただけて何よりです。あと私から一つ交渉のご提案があるのですがよろしいですか？聞くよ。定期的に血を交換しませんか？もっと主様の血の DNA を得れば神羅万象支配解放に近づきますので。もちろん一度に一気に交換すると私も主様も大きな反動で苦しむので、少量で馴染ませながらです。それで交換というけど俺はルナの血を与えられることでどんなメリットがあるんだ？ワルプルギスの恩恵を得るでしょう。ですが別に魔族になるとか、見た目が変わるとか、根血になって力が変わるとか、そんな変なことにならないのはお約束します。だったら、別に。あ、でも隠してたと言われたら私の信用が下がってしまいますので言っておきますと。一応、血の盟約は成立してますので、血を使って召喚していただければ私を出すことは可能です。力とかは、ミカドルエデンはそこははっきり言ってかなりシビアだと思ってるんだけど。そこまで考えてなかったな。あ、考えてますよ。私の運命を使えばそれくらいの縛りなど。本当、ミールとかかいくぐれる。メルとかスティアとかも例外なく制限受けまくってるけど。頑張りますよ。多分かなり目をつけられそうですけど。ですが他の方とは違う価値観を得るためにはリスクは背負います。それだけの誠意、主様に尽くす覚悟はあります。主様、私はあなたのためならこの世界の支配者を裏切ってもいい。それだけ主様に捧げます。この体もあなたが好きにしたいなら自由にもてあそべばいい。だから私をおそばに、私をパートナーにしてください。パートナー。はい、そこまで。それ以上過ぎた真似をしたらこの腕消しおるわよ。しん。騙されないでください。こいつは主様を我が物とし、独占したいだけの欲深い悪魔なんです。違います。私は本当に主様を愛し、尽くしたいだけなのです。そうね、でもパートナーは図に乗りすぎじゃない？今あなたにその座に尽く資格がおありと。必ず構成員になる、未来への投資です。私の、運命、は的確に主様の望む未来に導くことができるわ。それでミール様や私の反感を買うのですね。舐められたものです。寝るほどではないですが、私にも、ヘブンズハート、のプライドがあります。敵になるのなら、その目を潰すくらい容易なわけだけど。うん、やめろ、俺の前で物騒なことをするな。話は主様がミカドルエデンに入ってきた時から聞いていました。ですがまさかパートナーを要望するとは、身の程知らずにも程がある。パートナーってなんだ？常駐従属契約、です。常に現実世界にいてもらう相方を、ミカドルエデン、の住人から選ぶ契約です。今いるネルたちとは違うのか？ネルやミエルは罰で、ミカドルエデン、に帰れないだけです。スティアも帰れない状態、エテルやミミは召喚して飛越している状態です。ですが、常駐従属契約、は共に過ごすことを許された、たった3名、にしかできない契約、それほど貴重なものです。契約条件が適用されますので、契約したから特別強くなるわけではありませんので誤解なきよう。何かまずいのか、一度契約したら破棄できないとか。いつでも破棄できます、が破棄に必要なミカドオーラは1万オーラです。主様、この意味がわかりますね。集めれるオーラ量じゃないな。いや、正直無理だ。そこをルナは狙ったのです。常にそばにいればいつでも血を交換できる。そうすればすぐに昇格して、なおかつ愛されようとしたのでしょうね。私をひどく言わないでください。父のせいで契約できないのですから、このような手段でお力になってもよろしいじゃないですか。父は契約できないのか、しん。はい、父に選ばれた時点で、ヘブンズハート、の住人です。ですが、ここの契約は、象徴が開花したと同時に契約、ですので、父は契約されていません。ルナ。損はさせません。身を粉にしてでも主様に使えます。なので私にお慈悲を。じゃあ何ができるの？そもそも契約条件すら満たしてないルナが現実世界に来た時、オーラを渡して強くなれるの。そもそもオーラに関して言うなら1日1オーラしか生み出せない。そんな貴重なものをルナは扱えるの。できません。じゃあ無理だ。気持ちは嬉しいし誠意は伝わった。早く成長したいって気持ちもわかるから、協力してあげたいって気持ちにもなった。だけど、俺はそんな大事な一石をルナに与えてあげるほどの信頼もないのも事実なんだ。実際会って数日だ。大事な一石を選ぶなら、それはネル、ベル、シンくらいしか思い当たらない。私では、叶いませんね。一石は無理だけど、協力はする。俺がこっちに来る分にはノーコストだからな。定期的に通うと約束するよ。感謝いたします。とっさに俺を守るためにここで保護してくれたこと、それだけは絶対に忘れない。ありがとう、ルナ。はい。今回の分だ、好きなだけ受け取ってくれ。あれはルナにとって必要な行為であって、嫉妬するものではない。
ちん、悪いけど、要件が終わったから現実世界に返してくれるか。わかりました。一応意識だけこちらに来ていまして、肉体は今、旅館に戻り、寝室に寝かされていますので、ご了承ください。わかった。とりあえずお風呂だな。相当汚れたし。ダメだった。でも主様から私の唇を求めてくださった。まあ、想定内ですね。とりあえずはこちらに来てくださる約束をしてくださっただけよしとしましょう。神様が介入してくるのは想定外でしたが、むしろそれが良かった。道場で本来の目的を果たせましたからね。これで獅子の状態でも主様と関係を持つことができた。あとはこの愛をゆっくり焦らずに育んでいきましょう。それもまた愛の楽しみ方ですからね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。